重要事案については政策判断の質をより高めるためにも政策会議に諮ってですね、議論した上で決定をして進めていくやり方にしたいと思っております新しい知事が就任されるまで約40日間でございますけれどもしっかりと都政を運営をしていきたいと思います皆様方の底力を見せてください知事の職務代理を務めている安藤副知事は 幹部らと会議を開き予算の策定など今後の都政の課題を共有しました都では例年仕事始めに知事が職員に対して新年の挨拶をしていますが猪瀬前知事が去年末に辞職したことから今年は行われませんでした知事が不在の中で仕事始めを迎えるのは都政史上初めてです一方2020年のオリンピックに向けた計画策定や 競技会場の整備などを行うオリンピック・パラリンピック準備局が6日、新たに発足しました来月7日までには大会の運営を行う組織委員会を設立する予定で6年後に迫った東京オリンピックの準備は山積みとなっています